リオさんは釣りもやられてるかと思うんですけれども、はい、その釣りの魅力っていうのはどこに感じたんですか釣りは俺が釣って俺が魚を選んでると思いきや魚が俺選んでるんですよあれは要は俺たちって自分が釣った魚以外食えないじゃないですかあれって魚が俺たちのことを実は選んでて俺が持ってるバイブスと 一番バイブスが近い魚だけが釣れるように結局なっててそうだなんかこう許されてんですよね命をこういただくことを許されてて許可された魚以外取れないわけじゃないですかそれってなんかちょっとも,もっと儀式的なも,もので,で自分で釣った魚っていうのは俺とバイブスが一番近いものだから元気だし普通に美味しいし 翌々日までなんかエネルギー溢れる感じするしスーパーに売ってる魚とか自分と全く関係のない赤の他人が殺した魚だから全く自分と関係ないバイブスなんですよね。本当は,じ本当はあんまり自分の体と相性が良くないものがあとこ並んででるのかなっていう感じですかねなる。じゃあ基本は自分が釣った魚バイブス高めであった魚のみ摂取。 いや、全然スーパーの魚も食いますね。全然食いますね。<laughs> そこはね、ストイックにやりすぎちゃうとね。<laughs>